株式会社、リソナホールディングスは、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行、関西未来、フィナンシャルグループ等を参加に置く、金融持ち株会社。日本国内における金融グループとしては、メガバンクグループに次ぐ規模を有する、リソナグループを形成する。リソナの商標は、ラテン語の、レソナイコール共鳴性を、響き渡れに由来している。コーポレートカラーは、グリーンとオレンジ。 2001年12月に株式会社大和銀行、株式会社近畿大阪銀行、株式会社奈良銀行の共同金融持ち株会社、株式会社ヤマト銀ホールディングスとして設立。2002年3月には株式会社アサヒ銀行も経営統合し、4月からはグループ名をリソナグループとした。また、 同年10月には、称号を株式会社ヤマト銀ホールディングスから、現在の株式会社、リソナホールディングスへと変更した。2003年3月に、水穂フィナンシャルグループと同様、持ち株会社参加のダイワ銀行と、朝日銀行の合併と分割を実施の上、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行として発足した。その後、2003年3月期決算をめぐり、 全新業からの不良再建処理の高止まりから、栗延税金資産の組入れ期間をめぐり朝日、監査法人と新日本監査法人間で一件が対立し、朝日監査法人が脱退。新日本監査法人は当初5年分としていたが、直近3年分しか認めない意見表明を5月17日に行ったことに伴い、理想な銀行は過小資本となり、自己資本比率が 国内業務業の加減である4%を割り込む水準と見込まれた。このため同日、同行団体で預金保険法102条に基づく1号措置を内閣に申請。金融危機対応会議議長の小泉純一郎、内閣総理大臣によって認定された。同年6月に同行は、預金保険機構を引き受け先とする1兆9600億円分の優先株式、 普通株式の発行を行い、実質国有化された。この資本注入は、持ち株会社ではなく、その子会社であるリソナ銀行に対して行われたため、埼玉リソナ銀行、近畿大阪銀行、奈良銀行については適用範囲以外であったが、同年8月に、リソナ銀行親会社であるリソナホールディングスとの間で、株式交換が行われ、 ゴールディングス傘下の銀行も事実上国有化された。公的資金注入後は、全社員の給与3割カットや、採用の抑制などのリストラに努めたことや、個人及び中小企業取引に対し経営資源を集中させた方針が走行し、一定の収益の確保に成功した。その後は、内部留保を積みました上で、段階的に預金保険機構保有株の消却を図り、 公的資金の早期の返済に目途をつけ、2015年6月に完済した。公的資金完済を受け成長投資を積極化している。また、シングループブランドスローガンとして、思いをつなぐ未来を形に、を制定した。さらに、15年10月から原則として時間外勤務をしない正社員と業務範囲を限定した正社員からなる人事制度として、 スマート社員と呼ばれる職種を導入した。2000年頃、小泉政権下において、同州制導入が検討されていたことに合わせて、各都道府県に存在する地方銀行を合併させ、広域地銀を作るという議論が銀行業界で行われていた。そのような中で、旧大和銀行が近畿大阪銀行の前身にあたる旧近畿銀行と、旧大阪銀行の統合と、及び、 大和銀行グループの完全子会社かや波みや銀行の営業譲り受けを受け関西金融界の安定のための努力を目的とした大阪府下におけるリテール業務の推進とスーパーリージョナルバンク構想の実現に向けた経営がなされていたこの構想は大和銀行グループの後ろ身でアルリソナホールディングスにも引き継がれスーパーリージョナルバンクの創造と称して 地域金融機関の連合体という新しいビジネスモデルを確立することを期とするまでに至った。その一環として、例えば2003年にはスーパーリージョナルバンクの創造を通じて皆様に理想なならではの価値を伝えていきたいと考えています。とするトップメッセージを当時取締役社長であった勝田康久名義で公表している。その中では、まず、 埼玉県でのスーパーリージョナルバンク設立を目的に、埼玉リソナ銀行を設立の準備がなされていることが明記されているほか、近畿大阪銀行や奈良銀行と、リソナ銀行の関西地区の店舗を再編し、大阪リソナ銀行、奈良リソナ銀行を設立する予定であることが、謳われていた。さらに、現在グループ参加ではない地域金融機関も、 積極的に参加に収めていくことで、スーパーリージョナルバンクの創造が完成するとされた。その後、リソナショックの影響で、リソナグループに他行と経営統合する余力がなくなったこと、及びそもそも同州制導入の議論が立ち消えになったため、スーパーリージョナルバンク構想自体が一度は立ち消えになったため、しばらくは議論さえなされなくなったどころか、参加の近畿大阪銀行を、 他の地方銀行へ売却する交渉を複数回に、渡り複数行に対して行うなど、業務効率化を中心とする禁縮路線にシフトした。しかし、2014年に、安倍政権において策定された、成長戦略に、日本版、スーパーリージョナルバンク構想の実現が盛り込まれ、また、当社グループも公的資金関西への道筋が見えて、きたことから、 再度スーパーリージョナルバンク路線へ軌道修正をする。なお、この構想を持ち込んだのは自民党の金融属議員であるが、それ以前から金融庁では地銀再編が模索されてきており、この構想の中核に位置づけられているのがリソナグホールディングスであるとする報道がある。2015年には栃木県に本店を置く足利銀行の親法人にあたる、 アシカがホールディングスに対して、経営統合を非公式に打診した。打診した理由としては、リソナホールディングス参加の埼玉リソナ銀行と、アシカが銀行の営業エリアが隣接していることから、統合による効果が大きく期待できたことによる。しかし、結局打診先のアシカがホールディングスが、常用銀行と経営統合し、目吹き、フィナンシャルグループとなることを選んだため、 経営統合には至らなかった。そのような中、2017年2月20日、中間持ち株会社にぶら下がる形で、完全子会社の近畿大阪銀行及び三井、住友銀行グループの関西アーバン銀行と、港銀行の産業を統合することを、検討していると報道がなされた。さらに2017年2月25日、日本経済新聞において、三井住友フィナンシャルグループと、 リソナホールディングスは、系列の関西の地銀産業を来春に、経営統合をすることで、大筋合意した。とする記事が掲載された。当社及び、関西未来グループ各社の出資構成2017年3月3日、リソナホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び、港銀行は、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び行、 港銀行の経営統合に関し基本合意に至ったことを発表した。リソナホールディングスの完全子会社である近畿大阪銀行と関西アーバン銀行及び港銀行の三井住友フィナンシャルグループ参加の2行がぶら下がる形で新たな金融持株会社を作る。金融持株会社はリソナホールディングスの連結主会社となり三井住友フィナンシャルグループの 持ち分法的用害者となる。なお統合後は、総資産が単純合算で11兆5000億円と、コンコルディアフィナンシャルグループや福岡フィナンシャルグループなどに次ぐ、国内トップクラスの地銀となり、京都銀行を抜き関西地方最大手の地銀となる。2017年9月26日、この統合計画について、リソナホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、 近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び港銀行の間で最終合意に至ったこと及び持ち株会社の社名を関西未来フィナンシャルグループとすることが公表された。関西未来フィナンシャルグループは東京証券取引所に上場している関西アーバン銀行及び港銀行と株式交換を行い、両校の既存株主に関西未来 フィナンシャルグループの株式を割り当てるとともに、東京証券取引所に上場する予定。2017年11月14日、関西未来フィナンシャルグループを設立し、今後段階を踏んで、経営統合、システム統合並びに、近畿大阪銀行及び関西アーバン銀行の会社合併を行うことが公表されている。二千十八年二月二十日、株式公開買い付けにより、 それぞれ議決権所有割合ベースで、港銀行の株式を15.08%、関西アーバン銀行の株式を15.07%取得した。同日、関西アーバン銀行の第一種優先株式すべても三井住友銀行から取得している。なお、2021年4月1日、親子上場の解消と経営体制の強化を目的に、 完全子会社としている。リソナ銀行神戸支店旧店舗埼玉リソナ、銀行浦和中央支店業務順益としての公表。スーパーリージョナルバンクは、もともと、米国で始まった制度である。米国の銀行制度においては、他国と比べ厳格な収載規制が設けられており、各州ごとに制定された法律で営業している、地方銀行による他州への進出は禁止されていた。 そこで収益力のある有力地方銀行は他州で元々営業をしていた地方銀行を買収することで規制の壁を突き破って他州へ進出をするという方法を取るようになる。このような買収による拡大が進んだ結果、大型化した地方銀行のことをスーパーリージョナルバンクと呼ぶ。これについてロイター通信は 大手銀行傘下の地方銀行が系列の垣根を越えて統合することは珍しいとコメントしている。また、日本経済新聞の報道によると、今般の統合は2016年からの日銀のマイナス金利政策で金利の引き下げ競争がより激しくなり、地銀の収益環境が悪化しているものの、顧客に選ばれる商品やサービスを提供し続けるためには収益力や 預金量などの課題克服が必要であることから規模を拡大して関西市場を共同で開拓していく必要が生じたためになされるものであると同時に三井住友フィナンシャルグループ側には国際金融規制の強化の流れの中でグループ全体の資産規模の圧縮に向け参加の地金を連結対象から切り捨てる必要があるという背景がある。リソナに関するカテゴリー ありがとうございます。